音シネマ。私は妄想聞き耳好き。まあ誰もそんな呼び方しないので、あくまで自称ね。46歳、バツイチ。普段はタワーマンションのコンシェルジュとして働いている。今日は仕事が休みなので、いつものカフェに来ている。よくその人の人生ではその人が主人公みたいに言うけど、私にはそれは当てはまらない。どう考えても主人公じゃない。メインキャストでもない。別にそこに不満もないし、傍観者として人生を生きている。例えばこのカフェのイケメンスタッフと運命の恋に落ちることも絶対にない。そもそもここのスタッフは全くもってイケメンじゃないし。私は天才心臓外科医でもなければ、事件の謎を解く刑事でもない。魔法も超能力も使えないし、鬼とも戦わない。世界や地球を救ったりもしない。平凡な自分を嘆くでもなく、身の回りの会話に聞き耳を立てて楽しんでいる。決してお行儀のいい趣味とは言えないけど、頭の中だけで完結することなので許してほしい。人の会話を聞いて勝手に妄想する。その答え合わせをする日は永遠に訪れないから、別に間違っていてもいい。聞き耳立てるのも妄想するのも一期一会なのだ。さて、本日のターゲットは私の左横のソファー席に座る女性に決定。20代の半ばといったところかな。さっきからスマホをいじりながらも時折入り口を気にする素振りを見せている。どうやら待ち合わせらしい。胸元にリボンのついたアイボリーのいわゆるモテ服ニットワンピースを着て、ほんのり茶色がかった髪はゆるーく巻いた王道お嬢様スタイルだ。なんでこの店はおしゃれなカフェなのにカウベル設置してるんだろう。あ、今入ってきた若い男性に手を振っている。デートか。その割には男性が挙動不審だ。キョロキョロしながら近づいてきた。女性からは角度的に見えないだろうが、彼の後ろ髪は盛大に跳ねている。イケメンの部類ではないが、好青年といって差し支えはないだろう。お待たせしてすみません。道に迷ってしまって。あ、私も今来たとこなんです。いやいや、あなた少なくとも15分前には来てましたけどね。まあこれはお約束。どうやら先週の合コンで出会って、今回2人で会うのは初めてらしい。これは面白くなる予感。私はそっと左側の髪を耳にかけた。吉川さん、もう注文しましたか。やだ、名字だと堅苦しいですよ。あ、エミです。あ、注文はまだです。じゃあエミさん。ひるんでいる男性には気にも留めず、エミちゃんはメニューを眺めている。ポストランチかな。僕ハンバーグが好きなんですよね。え、このメニューハンバーグないですよ。あ、昨日サバ定食食べたので、やっぱりお魚系はなしにして。すごい、全然会話が噛み合ってない。横目でさりげなくエミちゃんを見ると、こめかみがヒクヒクしている模様。ちなみに男性の方はハンバーグが記載されていないメニューとにらめっこをしている。結局2人ともパスタランチにした模様。エミちゃんはトマトのアラビアータ、男性はボンゴレビアンコを選んだらしい。と言っているうちに、私が注文したオムライスが来た。男性が割とあからさまにこっちを見た。その視線は私にではなく、オムライスに注がれている。この店のオムライスは上にチキンカツとデミグラスソースが乗った豪華版なのだ。これは間違いなく、オムライスにしとけばよかったの顔だ。マスク越しにも口が開いているのがわかる。気持ちはわかるが、デート中ですよ君。
金曜日はありがとうございました。とっても楽しかったです。そうですね。それで、あの日私ちょっと席離れてたし、あんまり話せなかったじゃないですか。ああ、うんうん、そうでしたかね。でも皆さん盛り上がってましたね。岩本さんってどんなお仕事されてるんですか？なんですかね、いろいろ、なんて言ったらいいかな。やはり微妙に会話が噛み合ってないな。彼は岩本っていうのね。でも彼のことはポンコツくんと呼ぶことにする。そしてエミちゃんの方は割と露骨に品定めに入りましたね。多分今までの合コンではすっごいとウケるの2本立てでなんとかなってきたんでしょうが、ポンコツくんは一筋縄ではいかないかな。お休みの日は何してるんですか？いや、特に、なんだろう、いや別に。え？出かけたり趣味とかってないんですか？ゲームとかかな。あ、私スイッチ持ってますよ。対戦系とかですか？いや、テレビゲームとかじゃなくてジェンガとか。ジェンガ？お友達とですか？いや、一人で。あとはジグソーパズルとか。ああ、レゴブロックも好きです。もう見なくてもわかる、エミちゃんのこめかみはピキピキしているはずだ。それでもこの展開で会話を諦めないエミちゃんはなかなかハートが強いね。エミさんはご趣味は何ですか？私、お料理教室に通ってるんです。この前アクアパッツァ作ったんですよ。アクアパ？違うだろう。そこは文脈考えてハンバーグだろ。私としたことが取り乱してしまった、危ない危ない、テーブル叩きそうになったわ。ダメダメ、いくら聞き耳立てても決して介入しないのが私のルール。当たり前だけど。ほら、ポンコツくんがさらにポカンとしてる。エミちゃん、もっと相手を見て。アクアパッツァはチャラついたおしゃれ男子相手には有効だけど、ポンコツくんタイプには攻撃力ゼロ。これテストに出ますよ。どうやらエミちゃんは彼氏、あわよくば結婚相手を割と本気で探してる。このままだと貯金の額まで効きそうな勢いだ。そしてポンコツくんは人数合わせで合コンに呼ばれ、今日もエミちゃんに誘われてよくわからないままこの場にいる感じ。この温度差はすんごい。お待たせしました、ボンゴレビアンコでございます。わあ、美味しそう。いただきます。自分の料理が先に来たのは仕方ないとして、お先にの一言もなく普通に食べている。エミちゃんはエミちゃんですぐに料理に手をつけずスマホで撮影している。こっちはこっちで自由だな。角度から察すると料理越しにポンコツくんの手元も映り込ませている。ははん、これは SNS に匂わせ投稿するつもりね。デートの出の字も書かずにハッシュタグ休日ランチハートとでも投稿するのかな。知らんけど。いただきます。しばしの静寂と思いきや、ポンコツくん側から結構な咀嚼音が聞こえる。なんで？パスタだよね。まさかアサリの貝殻も食べてるの？そっと横目を飛ばしてみると、エミちゃんが固まっている。心中お察しします。あれかな、ポンコツくんは歯が丈夫なのかな。とりあえず私は食後のコーヒーを注文した。もうしばらく観察を続けるとしよう。やだ、どうしよう。どうやらエミちゃんがパスタのソースを服に飛ばしたらしい。くっ、なぜ人は白い服を着ている時にトマトソースを選んでしまうのか。あー、でもそんな日に限ってトマト味を欲する気持ちもわかる。おや、
ポンコツくんがポケットをゴソゴソしだした。はい、これよかったら使ってみてください。ポンコツくんはエミちゃんに液体入りの小さな容器を渡した。どうやらシミ取りらしい。そして今までのポンコツぶりが嘘のようにテキパキ指示を出し始めた。テキパキは言い過ぎかな。おしぼりを生地の裏側に当てて表からそれでトントンしてみてください。こすらずにトントンです。あ、すごい、消えてきた。すごい。これはあくまで応急処置だから家に帰ったらつけ置き洗いしてください。多分綺麗に落ちると思います。岩本さん、どうしてこんなに詳しいんですか？あ、これ僕が開発した商品なんです。シミ取れルンルンって言います。エミちゃんの目が光った。絶対に光った。自分で作ったものだから愛着湧いちゃって、便利だから持ち歩いてるんです。よかったら、使いかけだけどあげます。え、いいんですか？ありがとうございます。これは間違いなくエミちゃんがロックオンした音だ。職業だの趣味だの分かりやすく品定めしていたエミちゃんだったけど、意外なアクシデントで状況が変わったらしい。人間ってわからないもんだ。まあ開発だとか研究職っぽいところに惹かれた部分もあるかもだけど、少なくとも助けてくれたことでポンコツくんが王子様に変身したことは間違いなさそう。いつの間にか食事を済ませ、二人はレジに向かった。一時は能面のように無表情だったエミちゃんはスタスタ前を歩くポンコツくんを少し嬉しそうに見上げている。彼のアグレッシブな寝癖ですらも手の込んだおしゃれ無造作ヘアに見えているのかもしれない。え、ごちそうしていただいていいんですか？全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。あの、岩本さん、今度の日曜日映画でも行きませんか？いいですね、ビターマンでも行きましょう。はい、行きましょう。計算しまくり女子のようでいて意外とピュアなエミちゃんと、天然気味だが実はポンコツじゃなかった岩本くん。君たち結構お似合いですよ。店を出ていく二人の後ろ姿を眺めつつ残ったコーヒーを飲み干した。なんだろう、この謎の達成感。まあ私は何もしてないんだけど。最後にアドバイス。エミちゃん、そのアイボリーのワンピースを着るときはお願いだからトマトソースは我慢して。あと得意料理はハンバーグっていうように。アクアパッツァーは女友達へのマウント用にストーリーズにでもあげておきなさい。まあこのアドバイスがエミちゃんに伝わる日は一生来ないんですけどね。本日も結構な聞き耳でした。次回はノーガードの殴り合いみたいな会話が聞きたいなと思いながら、私はレジに向かうのだった。そうそう、帰りにシミ取れルンルン買わなくちゃね。落とし沼シリーズ、妄想聞き耳ずきんちゃん第1話、聞き耳ずきんちゃん。吉川恵美ちゃんは梅本夏実。シミ取れルンルンを開発させていただきました、岩本太一役は森川哲也。編集選曲は松本大輝。脚本監督カフェ店員役はみなきでした。